わきわきわき。森の都のカプセリスト兼カプセルトイ研究家のワッキー海山です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いしますね。さて今回もウルトラ怪獣消しゴムの見分け方第6弾やっちゃいますよ。まだまだあるんですよ。はい。それではご覧ください。今回はこんな感じです。どうぞ。また出てきました。これ今まで紹介していないやつです。こんなから本物と偽物を見分けていきましょう、ね、まずはこちらウルトラマンタロウ。ちょっとバリが厳しいですね。ただ後ろにはちゃんとウルトラマンタロウという刻印がついてます。バリがついてます。一時コピー品ですね。パチの匂いがしますね。そしてこのウルトラマン、この色はね比較的本物ですよ、ね、ウルトラマンって書いてますもんね。お、ちゃんと足の裏にもポピーのロゴが入っています。これは本物です。そしてまたまた太郎、この色は期待できますがちょっと薄いか、ただ刻印は入ってますね。つぶら屋も確認できます。足裏もまあ OK でしょう、ね、ギリギリ本物。これはもう皆さんもお分かりですよね。このこう曲がってる段階とね、ただ星は確認できませんがライナー切った跡が出てますね。後ろ、お、でも一応刻印がついてるぞ、うん、あー、足の裏の刻印は消えています。ギリ偽物、ね、あ、もうこの色は、この色は本物出すね。本物出すね。はい、本物です。あ、ちょっとバリがあるな。一時コピー品かな。難しいね。そしてわわ、カピカピですね。経年劣化も甚だしい。お、星がお腹あたりに確認できます。もうこの時点偽物ですね。うわ、お尻の穴が塞がってますけども、まあ、粗悪な素材を使ってるとね、ここになんか油が浮いてくるんですよね。偽物です。そしてウルトラマン、これも、わ、星が随分あるぞ。あ、お尻に穴が、ケツの穴ね、偽物です。そしてお、これは期待できるかな。ちょっと切った跡があるな、うん、後ろの刻印はウルトラマンのみ確認できますね。もうここもギリギリかな。ギリギリ本物、うん、そしてあ、これも偽物ですね。星が出てね、あ、もうケツの穴がすごい、星確認できますね。そしてお、ウルトラセブン、これもちょっと怪しいな。どうだ、うわ、足裏の刻印消えてますね。一時コピー品かな。あ、もう、これはもう、穴が開いてますね。ウルトラマンエース。すごいね、手も。今から光線出すぞみたいな感じのバリがついてますね。これ、偽物ですね。偽物。あ、もう、お尻からすいませんね。ウルトラセブン。この色多かったね。偽物です。さらすと。偽物です。星があるもんね。ありがとうございます。いやー、またどっかから出てくる可能性はありますが。レッドキングですね。これはまた違う系のレッドキングですが、後ろに穴開いてますね。ドーンとね。ライナー切った跡もついてます。これはもう偽物なんですね。刻印もないしね。レッドキングが見たいというコメントをいただいておりましたが、こういうちょっとね、ボコッとしたレッドキングも出てたんですね。人気の怪獣だから。いろんなレッドキングを用意いたしました。これとこれは同じですね。これは刻印ちゃんとレッドキングとつぶらやプロって確認できます。後ろもきちっとしてますよね。まあ、ドクロのような頭でレッドキングなんでしょうけどね。こっからコピーするのはこれですよ。いや、もうちょっと大きさが全然違いますけどね。これもレッドキングですけど、これは、この造形は、ちょっと珍しいね。刻印もないのでね。これ偽物だと思うんですけど、何のシリーズか不明ですね。そしてこちらはね、一番最初に紹介した黒いのと同じかなと思うんですけど、並べると、
ちょっと違う？マジか。すごい、こっちは刻印あってこっちは刻印がないということはどうなる？これもなんか足のあたりにライナー切った跡があるんですよね。でもこれブルーの方は本物かな。闇が深いですね。第1弾で紹介したレッドキュンがこれですからね。同じ怪獣です。すごい。ポピーのこのバンダイのね、シン・ウルトラマンファミリーっていうこちらのシリーズにラインナップされた騎士を紹介していきたいと思います。俺も当時一番すごい造形だなと思いましたね。帰ってきたウルトラマン出てきたザザンですけど。ザザンはよく言うと目と口あるんだよね。これザザンなんですけど、刻印がないので、ザザンではないです。刻印あるやつあんのかな？ブルーのザザン。あ、見ました。ザザンって書いてますね。ポピー。これ本物。偽物と本物の区別がつかないね。あ、頭にポコッとついてるかついてないか。ということはこのザザンは偽物？あ、でも刻印、あ、でもちょっと薄いな刻印が。こっちね、うん、黄色いザザン、これも大丈夫。頭にポコッとついてるのはカッティングの時のミスなのかな。ちょっとカッティングのミスと感じしますよね。ピンク、あ、これはミスじゃなくて偽物です。刻印全然ないもん、ね、このザザンは。やっぱ造形すごいよな。これもなし。これもアウト。これはピンクのザザン。アウト。だいたいザザンの色って緑なイメージあるんですけど、ピンクってないですよね。ザザン。偽物だ。ザザン偽物だらけだ。あ、偽物？偽物だね。こればっか当たったんだよな、当時な。ザザン、ザザン、ザザン、残念。偽物です。この中でね、1個ぐらいしかザザン本物がないというね。当時のコスモスの台紙なんですけど、新怪獣、ひらがなで書いてますけど、後ろのね、イラストも意味不明です。ついているね、怪獣は太郎とかね、レオとかね、その辺なんですけど、どうもね、ちょっと、本物の造形と若干違うんだね。上のノースサタンもノースサタンじゃなさそうな怪獣ですから。この辺もね、追うことはできます。この辺もいいですよね。ピカピカ怪獣、電球、電池付き。この怪獣自体がスペクトルマンの怪獣？ミラーマンかな？まあ、この辺も追うことはできますが。当時、電池もついていてね、20円で当たるという。まあ、透明な怪獣消しゴムの中に、こちらの電球を差し込んで、電池をこういうふうに直接つなげると、ピカピカ光るという。点滅はしないんですけどね。当時はかなりの当たりアイテムでしたけど。今回ね、一番皆さんにお聞きしたいこの怪獣なんです。こちら。信号みたいな怪獣の方はウルトラマンのザンボラーという怪獣なんですが、この緑ラゴン、この怪獣がね、わからないんですよ。で、この怪獣はコスモスの仕業の穴がありますよね。で、刻印もない。で、こちらザンボラーはね、刻印があるので本物なんですけど、襟がついてるしね、胴体も一部違うんですよね。手も違うか。背中の部分もちょっとこのゴツゴツくさは少し残ってるんですけどね。これ改めて作った怪獣なのかな。なんとなくラゴンな感じはしますけど、お詳しい方コメント欄にてお待ちしています。顔は同じだよね。さて、いかがだったでしょうか。またなんか深い闇にはまった感じが個人的にはするんですが、もう一回言います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいですよというリクエスト、エモーイ昭和レトロ風ガチャガチャがここにあるよなんていうコメント、ご当地
オリジナルのガチャガチャの情報などなどお待ちしております。こんな冊子表紙やってますので、テイクフリー見かけたらぜひもらってってね。それではまた次回。毎度毎度ありがとうございます。この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ほねぼーん。